皆さんこんにちは。 IT ビジネスアナリストの深田萌です。今回は自己紹介をします。その前にチャンネル登録、そして通知設定ベルマークチンと押してくださいね。はい、今回ね、皆さんありがとうございます。登録者人数10万人達成しました。ありがとう。で、本当に感謝感謝なんですけれども、急に登録者人数がわっと増えたことで、この人誰だろうと思いながら見ている人が結構増えてですね、コメント欄でいろいろなんか見てると新しい人が深田萌えって何なんだみたいな感じで、書き込みがあったので、まあそろそろ自己紹介改めてした方がいいかなというふうに思いました。私はですね、1978年に大阪で生まれて、その後幼稚園に入る前にね、奈良に移り住んで、奈良で二十歳まで育ちました。で、小中は奈良で、高校が、大阪の女子校で、短大は京都で、その後5年ほど OL をしてですね、その後 OL やってる時にまあ非正規雇用だったこともあって、まあどうして自分こんなに貧乏なんだろうとかね。副業の株式投資とか、そのヤフーオークションとかね、そういうのはうまくいくのに、本業の仕事の、その、給料が上がらないようでは、その、生活が、こう、見通しが立たないから、こう、なんとかその、経済のことを知りたいと思って、早稲田大学の政治経済学部、国際政治経済学科に、まあ、25歳で合格して、26歳で入学してですね、30で卒業しましたと。で、その、在学期間中に、まあ、株アイドルをやりながら、ファンドのインターンなんかで働いていてですね。で、その後、28区の時に、イギリス系の金融機関からですね、卒業後に雇用するということを言って、オファーをいただいて、それで、イギリスの金融機関に勤めました。その後、リーマンショックで、会社のその縮小があったので、その時に辞めてですね、その後、今の、IT 企業を、創業しました。で、創業してからですね、なんか、中国に技術を盗まれるっていうようなことがあって、で、その、いろいろこう事件を掘っていくと、裏にその中国のエージェントの後ろにファーウェイがいたっていうことで、そのファーウェイ事件を追ってですね、まあ刑事告発をしたりですね、まあいろいろこう、啓蒙活動というか、どういうふうに技術が盗まれるのか、どうして技術は盗まれてはいけないのか、それが日本の GDP を成長させる、足かせになっているんだってことを多くの方に知ってもらおうと思って、執筆を始めたのが、まあ、きっかけで、この番組をやっています。で、よくその、保守派なんですかっていうふうに聞かれるんですけれども、まあ、多分ね、私、保守とか、その何派とかそういうのはあんまり考えてないんですよ。で、たまたまその保守派の雑誌で執筆させていただくきっかけをいただいたのは、日本の産業が中国、台湾、外資に売られることによって、日本の GDP が外国のものになる。そして日本の雇用、日本人の雇用が減って外国人に雇用を取られていくっていうことが、その日本人のその収入に関わってくる問題なので、それをなんとかしたいなと思って、一生懸命本を書いていただけなので、特にその、この国がなんとかかんとかっていうかね、私は保守派だとか、左翼なんだとか右翼なんだとか思ったことはないんですよ。で、結構そのノンポリっていうか、そのね、基本的にそのリベラルとか保守派って、相対性理論で、私はリベラルが嫌い、だから自分は保守派なんだとかね、私は保守派が嫌いだから自分はリベラルなんだみたいな、こういうその相手を見て自分の立ち位置を決めてることが多くてですね。なんかどちらかというとその保守派って確たる定義がなくて、結構ね、保守派の人たちと話をしてて、って思うこともあるんですよね。
で、保守派の人たちは結構その小さい政府っていうものを掲げているので、その中小企業が競争の末に負けて潰れていくのはしょうがない、大企業が海外のね、外資の大手と競争して、まあ外資の大手が里へ不正競争であろうが何だろうが競争で負けたら潰れていいんだみたいな風に考えてる人が結構多くてですね、その私たちのね、一般人からしたら、それで会社潰れちゃうと普通のね、働いてる人が雇用がなくなっちゃって、お金がなくなると困るし、生活に困るし、そもそも言論の自由っていうのはある程度収入がねあったり、あとそのなんて言うんだろう、お金があるスポンサーがいて、その情報を届けるプラットフォームがないと言論の自由も維持できないので、それはどうなのかなというふうにちょっと思うところもあるんですね。で、それが全ての保守派じゃなくて、そう思ってるどちらかというと新自由主義的な保守派の人もいれば、逆にそうじゃない保守派の人もいて、だからその分類をどうすればいいのかちょっとよくわからないので、まあ、しばらく私はのんぽりということでお願いしますっていうスタンスです。で、やっぱりね、主義主張よりも、その、普通のね、国民が、一般の国民が、普通にその生活をするだけの、糧である企業の給与を、どうやって維持するのか、給与をもらうために企業をどうやって維持するのか、不公正な競争で負けている日本の企業をどうやって救うのかっていうことがこの国の課題なのかなと思っているので、まあ、特にまあ右とか左とかっていうそういうことはあんまり考えたことは実はないんですよね。で、著書のちょっと紹介しますけど、この 5G 革命の真実で、まあ、自動車産業っていうのは半導体産業に依存しているので、半導体をちゃんと確保しないと自動車産業は滅びますよと、トヨタも台湾の支配下に入りますよっていうことをこの本で書いているんです。これ2年前の本ですね。2年前かな。2年以上前。2019年7月の本です。で、なんでそれを書いたかっていうと、今、自動車産業で、半導体足りてないんですよ。そうなると、自動車産業ね、540万人の雇用を、生み出していてですね、日本の国内で。その自動車産業が、傾くことで、多くの人がまた職を失う。自分が非正規の時に、苦労した時のように、また、その何も知らない人が、職を失うということになるんですよ。職を失い、収入が減り、生活に困ってしまう。まあ、そういうことがあってほしくないなと思って、本を書いています。で、あとはね、言論の自由ね。その、言論の自由ってすごく大事だと思っていて、言論の自由を維持するためには、その発信源となるプラットフォームが必要なんですよね、そのインターネット上の。そのインターネット上のプラットフォームで、いろんなその言論が監視されて、統制されていますよっていうことを注意を掲げたのがこの本で、米中 AI 戦争の真実って書いてあるんですが、この AI のアルゴリズムによって、言論が監視されているっていうだけじゃなくって、通信ネットワーク上でもどういうふうに言論が監視されているのか、あとはサイバー攻撃っていうのがどういうふうに起こっていて、暗号がどういうふうにその私たちの生活、言論や思想の自由、そしてお金を稼ぐ上でどれだけ重要なのかということをここでちょっと書いています。で、最新刊がですね、量子コンピューターの真実なんですけれども、まあこれはまあ量子コンピューターっていうちょっと先の未来の技術の本なんですけれども、結構開発は進んでいてですね、まだ一般の手元には届いていないんですが、一部で使われています。で、量子コンピューターってやっぱりね、暗号で一番重要な役割を果たしていて、量子コンピューターを持たれてしまう。日本が一番ではないっていうことは、日本のその、もし戦争になった時に、自衛隊の暗号っていうのが全部解読されてしまうっていうリスクがあるんですよね。
なのでその国家っていうのは暗号技術っていうのを一番大事にしないといけないし、その暗号を解読するためのコンピューター最先端のものはやっぱり一番じゃないといけませんよという話をしています。でこの中でまあ結構今回この最新化の中でですね、一番私がみんなに見てほしいのが、どうして半導体産業今台湾に支配されているのかっていうことをこう人間関係図を作ってるんですよね。これ一族で、一族っていうかね、もう何百年も前から親戚付き合いしている、そういう中国浙江省、江蘇省の人たちが台湾に、戦後台湾に移り住んで、日本日米半導体協定を結ぶようにアメリカにロビーイングをしてですね、日本の半導体産業っていうのを衰退させて、自分たち台湾のその浙江財閥っていうのが力を持つ半導体産業で一番強いというその支配力を持つために1980年代から彼らは動いていたわけなんですよ。その策略にまんまと引っかかって、まあ今半導体ありません、どうしようってやってるのが日本なので、そういう仕掛けられた経済戦争にどうやって戦っていけばいいのかということを、まあ次の本でちょっと今書き始めています。というのがちょっと私の今回の自己紹介だったんですけれども、もし、自己紹介で何か質問があれば、コメント欄によかったら書いておいてください。で、すべてのコメントに返信はできないんですけれども、時々、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらいはコメ編動画を作って返信でもしようかなと思っていますので、よかったら、コメントも、書いてください。よろしくお願いします。あとね、コメント欄ね、結構、自動的にスパム扱いになること結構あるんですよね。それどうしてかっていうと、結構、口汚いっていうかね、ちょっとマナーが悪いものが自動、どういうアルゴリズムなのかちょっとよくわからないんですけど、何かキーワードでどん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 スパム扱いになることがあるみたいなので、それはちょっと気をつけて、コメントも書いてみてください。で、結構私は最初の10分ぐらい、動画公開から最初の10分ぐらい、コメント欄をウォッチしてることがあるんで、早めに書くと、お返事できるかもしれません。ということで、今回もありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。じゃあねー。